張類は中国後漢時代末期の武将、劉備配下、荊州を守る関羽についたと説く。建安24年、関羽は孫権軍の呂蒙、陸遜に荊州の各地を攻め落とされ、麦城に追い込まれた。関羽は城壁に旗や人形を立てて敵軍を欺きつつ脱出したものの、兵が死散。関羽についてきたのは、この官兵と張類のほかわずか十数騎だった。結局、臨蘇懸賞峡で孫権軍の潘璋、修善に退路を断たれ、そこで潘璋の部下馬忠に関羽不死と共に捕らえられた。関羽不死がその場で斬首されたものの、張類はどのように処遇されたか不明である。小説、三国志演義では、関羽配下の軍前と説く、領末官として登場する。王元は、張類を忠義無類の連直の士と評価し、反不可視に変えて、荊州を守らせるよう関羽に進言する。しかし関羽は、張類の領末官としての任務の方が重要として、その言を取り上げないことになっている。その後、荊州を喪失して苦境に陥った関羽に、張類や呂蒙を不義として詰問する、よう進言する。関羽もそれに従うが、効果は上がらず、ついで麦城に退いた後、張類は、劉邦、毛達に援軍を求めるよう関羽に進言している。最後は、関羽不死と共に、麦城からの脱出に従ったが、孫権軍の待ち伏せに相戦死してしまう。彼の戦死を聞いた関羽は、彼のために泣いた、という設定になっている。ありがとうございます。